どうも、ピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。オフスクリーンスワープソフトバージョン。スクリーンっていうのを何とかけてるかわかんないんですけど、画面から外れたドッスンっていうことなんじゃないんですかね。で、このサムネからしてもバグってんのよ。ドッスンが階段上に4体並んじゃうとかあるやろ。あんな作ること不可能だから、このコースはバグが来ると思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%というか、投稿された日が2023年11月11日。まあ、いわゆるポッキーの日だね。ポッキーの日だったら絶対バグコースだと思っていいよ。大学こんにちは。みんな、日本で一番ネバネバする納豆って、いや、僕最近食べたんだけど、めちゃめちゃすごかったのよ。これ入るだけ。何がすごかったって言ったら、納豆で食べる前ぐるぐる混ぜるじゃん。で、その時に口の中入れたら、ネバネバしすぎて口が開けるなって、いや、ちょっと持ってるのがあるけど、それマジだよ。何をするでね、その納豆を食べて口を開けるじゃん。そしたら口の中が全部糸なわけよ。にちゃすいませんね、食事中の方気持ち悪い話をして。さあ、フラワー取ってすぐに右に逃げようか。ここ何か落ちてくると思ったら落ちてこないな。土管はここなんかあるみたいな。ほらほら、やっぱりやるで。いや、ちょっと待って、なんか嫌な予感がする。ここブラパが落ちてくる。ビンダー、どうも、今日は納豆配達するウーバーキングです。今日はみんなの元にスペシャルな内容を届けてきたよ。そう、それはこのお花、お花と一緒に納豆を届けるよ。ブイ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 。今のくだりあと3回ぐらいやらして3回も見てくれる方いるかな。2倍速ぐらいされそう。じゃあ、このパンは持っていいのかい。持っていいじゃん。やっちゃー。あ、ちゃんとやれよお前。今やられる準備できてたんだからさ。まあまあ、石内を返すことはできましたよ。なんだんだい。ヒントって書いてる石内の上にパンブロックを置けと。そんなわかるか、パンを癒しろ。このパンをどうすんの。頭に乗せてなんか変わるとか思えないんだけどな。ピースイッチが鳴るとかそんな感じかな。わからんて。え、なんか変わった。あのドッスンの上に乗れっちゅうことなんじゃない。そして、ドカンかなんかあるみたいな。まあ、いや、一旦乗ってってみようか。あー、なるほど、やっぱこっちに行けっちゅうことか。あー、こっから右押しっぱ、右押しっぱ、いや、右押しっぱまずい。これで右押しっぱ邪魔。右押すのはちょっとでいいんだ。さあさあ、こんな感じで、このブラパはどうやって倒せばいいんだ。このパンを投げればいいのかな。ほら、何をしてくるんだよ。うん、いい子だ、いい子だ。いつもそうやっておとなしくしてればいいもんね。もう俺に立てつくんじゃねえぞ。俺が何をしたって言うんだい。好きあらばポン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 、すぐ俺を潰しに行きやがって言う。うわあ、やめようよ。ね、そういうことやめにしよう。仲直りしよう。ゆりきり鍵盤だよ。ゆりきり鍵盤。嘘ついたら春全部飛ばす。ゆりきったもういろいろ渋滞してるって。あのですね、こんな感じで実況やってるとわざと引っかかってるんじゃないんですかってめちゃめちゃコメントが来るのよ。はっきり言わせてもらおう。ガチだからな。僕は真面目にふざけてるんだからな。じゃあ、このハテナブロックを叩いて右に行けば大丈夫。右のキノコもすげえ気になるんだけど、まあいいや、一旦こっち行こうか。で、この砲台なんかなんか隠してるんじゃないので、投げます。で、中間ポイント取らせてくれるのかい。もう走っていっちゃうか。走って、あの中間ポイント、よっしゃ。なんか中間ポイント早い気もするけど、なんだお前。でも中間ポイントからですよ。中間ポイントという精神安定剤を飲んだ僕はもう敵なしだね。左はオンオフはしない、右がオンオフだ。だけどもういいやろ、僕がふざけてる姿なんか見飽きたでしょ。なあ、唇植物か。いや、ここ絶対下に落ちると思うじゃん。じゃあ、ただいで何もしない。そしたら鍵が手に入ったね。で、鍵ドアに入っていけっちゅうことか。さあ、進んだ。さあ、で、ここはパンを持ってしまったけど、ここに置けっちゅうことかな。え、何も変わんないんだけど。いや、先進もう。あー、え、これ先進めるんじゃない。意味わからんじゃん。このパンを投げた瞬間ピンポンって言われたんだよな。だから投げておこうか。で、上に行けばオンオフが変わってない、変わってない。オッケーオッケー。で、このパンを持って先に滑っちゅうことか。はいはいはい、わかったわかったから。この下に行けばどうせ身体球かなんかあるんじゃないの。それともただ下に落ちるだけかい。パンが超早く乗ってる。で、このレッドは何なんだろうな。移動ばかりするのも大会にしてんかー。
こんなん分からんで、あの雲がすり抜けるなんて絶対引っかかるって。よく見ればここパウを落とせみたいなマーク書いてんな。でもあんなマークだけでパウを落とすバカ正直なやつなんていねえって。どこにいた？なんか一応生きてるんだけど。あ、ジャンプ聞こえるね。どこいるんだろう。あー、左上にいるのね。でここは右ダッシュでどっかに入っていけと。いや、このコースバグめちゃめちゃ多いな。さあここは四角の枠に追っておこう。あっぴょ、いや大丈夫か。右上行けるか。パウを持てばいいのか。ならここはこの場所で何もしなきゃったらパウが取れるっていうことですね。そしてこのパウは足台にして先に進む。で下にコインがあるけど、これ右押し一発しない。僕は何もしないよ。たまには何もしないっていうのもいいもんだな。絶対下に落とされてたと思うよ、右押し一発したら。じゃあこれオンオフやめた。いや、いいのか。これ右のフラワー取れたっけ。いや、取らないでいこう。多分あそこはやられるだけだと思いますよ。いや、絶対合ってる合ってる。この場所はあんまり引っかからなかったね。で、ツタが怪しい。怪しすぎる、あのツタ。一旦登っておこうか。え、キノコ様。いや、このキノコ様絶対いるんじゃないの。上行ってみようか。俺の勝ちか、それとも負けか。負けー。さあ、ここのキノコをどうやって取るかなんだけど、一旦何もしない。そしたらキノコが取れる。で、上にリフトがあったよね。で、ここが50コインがあるのが見えんだよ。だからさ、あのリフト乗って右を進歩すれば大丈夫。そうなんだろ。まったく、目先のものは信用するなとあれほど言っただろう、マリー。ここは下に落ちて何もしないでいいんだ、マリー。そうだ、それでいいんだ、マリー。次は目先のものは放題しかない。走る気満々だね、マリー。大丈夫かい。君を信用していいのかい。大丈夫かい、マリー。いける、マリー。ナイス、マリー。じゃあ落ちて、あ、右下にリフトがあったのが見えたよ。そのリフト落ちないのかい。うん、落ちないね。で、右と左どっちに行けばいいんだい。僕はね、こういうの考えてもダメだっていうことは分かってる。だからマリーを左右連打で向いた方に行ってよ。そんなんでいけるかな。じゃあやっていくよ。どっちだ。いや、右か。本当にいいのか。マリー、これで合ってんだろうな。え、いける。なんかこのドア入れなくなったけど大丈夫。上に行ったらこっち、こい、こっち罠なんじゃないの。やっぱりダメじゃねえか。もういいんだ。自分の位置なんていくら外れたっていいんだ。一回外れて次は成功できるから、実質自分の位置みたいなもんだよ。さあ、そろそろ中間ポイントあってくれても、これは取れるのかな。中間ポイント取れないじゃん。やった。え、これ取れるんだ。あ、なんか消えなかった。これはチビになっていけっちゅうことかな。なんかチビになってしまったけど大丈夫。上もすごく気になるね。あっちの方に行ってみようか。これちょっと難しいね。こっからダッシュジャンプしていけない。じゃあもうバネの方に行くよ。いや、上もすげえ気になる。僕は上に行ってみたいと思います。中間ポイントも取ったし、ちゃちゃとゴールしちゃいたいと思います。で、左上は怪しい、怪しい。右上も怪しい。こっちのつららはなんだ。一旦左上行ってみようか。ピンポン！何のピンポン？このピンポンは何よ？もう普通にドアに入っちゃっていいのかな？そんで今度は丸々ちゃんが邪魔なんで、まあまあこっちから行けるって言うもんですよ。さあさあ、どんどん進んどこに行ってるの？どけんに戻されるのかな？上にも行けないで。これどうかしてやられるの？絶対これさ、これさ、ちくわに乗ってつららに当たればいいんじゃない。こういう風に、いや絶対無理なようにできてると思う。いや僕ね、これ中間戻しじゃない。いやこれは新耐久か。はいはいはい、これだったら全然余裕ですよ。さあ、どんな新耐久だい。羽に乗って、いやこれこっち行けばいいんじゃない。なんだこれ。いや、あれはあれですごい気になるよな。ちょっともう一回行ってみていい、ここ。さあ、戻ってきたね、謎の死に耐久に。これはピンコインを取ってつららに当たれっていう感じなんかな。まあ多分この空中浮遊みたいなのがあるじゃん、靴の。これを利用していけっていう感じだと思うんだけど、これめちゃめちゃむずくないか。え、これいける。いや今惜しかったね。ごめん、ちょっと集中して無言になっちまったけど、これ相当難しいかもしれない。
悔しい悔しいよ。なんでわざわざこんなところに戻ってきたの。戻ってきても何の得にもなんですさ。ただあのつららに当たって死体救命人だとかいつも通り言うわけでしょ。そんなん聞きゃ来た死体救命人を食べるだ。もう疲れましたよ今ので。だからもう喋りたくないんで歯と歯だけで実況していこうかなと思いますよ。わけわかんないことをしてたからどうすればいいか全くわからんぜ。叩いて右でいいのかい。多分これで大丈夫だ。違うよ。わかった。これ砲台の上に乗れっちゅうごろなんじゃない。そうだよな、そうだよな、そうだよな。オッケーオッケー。でこれかぶってよかったのかな。多分かぶっそういうのいらんて。誰が笑うのよ。あるるるるるるるこの人面白いって誰も思わねえんだ。まあよかったですよ、僕が語彙力ゴミって思われてて。だからこれから先どんな語彙力でも違和感なく見てくれるとは思いますよ。おい、なんでここ連れてきたんだよ。こっちはゴロ木材よ。ここさ、隠しブロックは出るんだけど次すり抜けちゃうんだよな。ほらほら、どういう仕組みになってんだろうね。下に落ちて僕は何もしない。あ、ここ床があんのね。でも右を出発したところでなんか引っかかるっていう感じもなさそうなんだよな。じゃあここでトゲソウがなくなりのブロックを壊せないで、ダックって書いてる。ここでしゃがんでおけってこと。あ、土管からさ出てきた時にずっとしゃがみを出発しとけっていうことなんかな。いや絶対そうだ。じゃあこっちは何なんだい。なんか死体球みたいなところまた突っ込まれたけどさ、これ左簡単にやられるけど右は激ムズっていうか、何やってえ、なにこれ。上からいけないね。多分ジャンプしてなるほど、そういう身体球か。これだからタイミングよく針のところに行けっちゅうことみたいだね。だからこうやってジャンプ連打しいつかは勝手に行けるんじゃねえのか。もうわざわざ左にやったってこれ行ける時ある。1個のトロールコースに死に耐久が2個も3個もいらないのよ。そんな僕にとっては取れ高しかないからね。でこのレフトに乗って何をしないで、いい子だいい子だ。で記録を取っていけっていうことだと思うんだけど、これ無理だよな。だってこのパンさ、シャー全部予想通り。でこのテレさんだがゴールとか隠してないから、頼むゴールあってくる。ゴッカカ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 カゴールはどこにあるんだよ、教えたまえ。サンキュー。皆様、このテレサの裏に扉があったのが見えましたでしょうか。ここにゴールがあるんじゃないかなと僕は思っているんですけど、あのガリガリの中とかめちゃめちゃ怪しいね。一旦行ってみるか。いや違うんだって、これ走っていかなきゃいけないのね。オッケーオッケー。うわどうするこれ、叩く。あのキノコいるのかな。ローリアン、リフト乗る。でこのバーの右側まで行かない、そしたらキノコが取れるっていう感じなんじゃないの。でこのまま下に落ちればゴール。いや違う、いや違うのか。えこれ右行っちゃっていい。これもう引くじゃねえよ。土管には引っかからねえよ。まあ土管の方にも行きたい気持ちあるけど、ここで魚を落とす。いや落ちねえな。え、じゃあどうすりゃいいんだろうな、この子。頼むって。え、この土管入らなくちゃいけないの。いや入れないんじゃないか。お、素直に入れさせろって。いやこっちが正解でやってくれ、頼む。よしよしよし、来た来た来た。で中間位置じゃねえんだよこれ。頼むやめてくれ。リアル中間ポイント位置、こっちはホテル中間ポイント位置っていうことかい。おやったあのガル、お前何来てんだ。やめろやめろやめろ。今日のトロールコースひどくない。コース自体は素晴らしいんだけど、残酷って意味はマジで残酷。じゃあここちくわブロックを落としてそのまま下に行ってみようか。これだと。ダメじゃん。あ、右押しパって書いてる。なるほど、そういうことか。じゃあここはちくわを落とします。そしてここから右押しパ、これでやったー。
どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、鬼の一発マリオ過去最難関で、説明文にクリアチェックで1日かかったって書いてるからめちゃめちゃ難しいんじゃないかな。そんでサムネよ、あのドッスン全員下に落ちてくるって感じだと思うからかなりシビアなコースだと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.14%。 まあクリアチェックで1日かかったコースだもんな。僕がしたら3分以内に終わらせますよ、編集入れて。さあ始まった。いやこれ避けれる。この間に行けっちゅう感じでしょ。めっちゃきついやん。まず最初左の方でかわしたいよな。おお、ついた。行ったけどこれは当たってるも当然じゃんか。ここ面白い、こんな繊細なコース僕めちゃめちゃ好きかもしんない。この辺で大丈夫。あと何体、あと3体くらい避ければいいのか。意外といけちゃうんじゃないの。あと2体、あ、よいしょよいしょ。これさ、最後は2体ぐらい一気に抜けそうな感じするんだよな。だからこの次さえ成功すればいける。いやこれいったよな。こっから右ダッシュ、どけよ石ころが。ちゃんと一個一個全部かわさなきゃいけないのね。あと1体、あと1体さえ成功すればゴールなんだ。ブヒブヒーンとか言いたくないのよ。初めて見てくれた人にさ、キモいって思われそうじゃんか。ブヒーン、集中しろ、集中すればこんな。会いたい、ダンセダンセダンセセセセ、ダンセダンセダンセセセセ、ダンセダンセダンセセセセ、ドスドスしてんじゃねー。あとちょっとなんだけどな、そのあとちょっとがめちゃめちゃ難しいのよ。最後になったらさ、やっぱ緊張してしまって、もうね、手が思うように動かないっていう言い訳をしたいと思います。これはあと1回、あと1回頼む。やったー。いやこれはシンプルに面白かったね。どうもご視聴ありがとうございました。